はい、ガッキーガジェットチャンネルのガッキーでございます。本日はついにレイザーから薄型のゲーミングメカニカルキーボードが発売されたので、そちらのご紹介をしていきたいと思います。それがこちらですね、レイザーのデスストーカー V2 プロで、名前がちょっといかがわしい感じではあるんですけども、私みたいなロープロファイル大好き人間としては待ちに待ったですね、レイザー製品の薄型キーボードなので、かなりお高めの約3万円するキーボードなんですけども、即ポチした次第でございます。それがこちらになります。レイザーデスアーダー V2 プロですね。今回購入したのはフルサイズのレイザー製オプティカルスイッチ、まあ俗に言う赤軸ですね、になります。じゃあ早速開封していきましょう。その前にこのチャンネルの再生者のチャンネル登録率が なんとたったの 3.5% と奇跡的な数字となっております。ぜひこの機会にチャンネル登録をしていただけると嬉しいです。よろしくお願いします。それでは開封していきます。おーふん、おーよいしょ。じゃあ中身を全部出していきたいと思います。はい、じゃあこちらが内容物のすべてになります。まず本体ですね、に説明書、ステッカーで、これが USB ドングルをここに挿して、こちらに充電用ケーブルを差し込んで、パソコンが遠くにあってもワイヤレスで受信が可能になるようにする、なんだろうな、これなんて言えばいいんだろう、延長ケーブルドングルっていうのかな、正式名称がよくわからないですけど、まあ、延長 USB ドングル差し込み口が1個ですね。裏面にゴムがついてるので滑りづらくなってます。に充電のケーブルですね、これタイプ C2A のケーブルになってます。布巻きですね。はい、でこちらが本体になります。早速開けていきましょう。じゃんいう感じで、見た目はね、上質なこのアルミ製の筐体になってますね。まあ、裏側はプラスチック製ですけども、そんな安っぽい感じはしません。で角度調節のチルトが2段階になってます。9度と6度の角度調節が可能になっております。で側面はこんな感じで、特に LED が仕込んであるようなことはないですね。で上面ですね、ここにスイッチのオンオフがあります。こっちが 2.4 でオフ、 Bluetooth になってますね。でこの 1,2,3 っていうのが一応3つ接続が可能になっているので、まあ、例えば PC、ノートパソコン、iPad とか、そういう接続の方法がボタン一つで切り替えられているようになってます。でこれが接続および充電のタイプ C の差し込み口で、ここにじゃん、ドングルが収納されております。で一応本体の大きさは実寸だと横幅が 43.7 ぐらいですね。で縦幅が 14.3 ぐらいですね。重さですね、実際の重さは、756g となってるので結構軽いですね。もっと重いんかと思ったんですけど、こっちの G913 のテンキーレスが812なんで、フルサイズにしては軽いですね。こっちよりこっちの方が重いっていうね、かなりこれ重いですからね、 G913 は。そしてキーキャップはダブルショット ABS になってますので、印字が消えにくく光りづらい仕様になっております。そしてこの軸ですね、これ今回ですね、レーザーのオプティカルというやつで、俗に言う赤軸っぽいやつを購入したんですけども、これの他に、軸が紫色のクリッキーを重視した軸もあります。でこれはね、7000万回のキーストローク寿命によりかなり長期間使えるようになっているみたいで、アクチュエーションポイントが 1.2、 オークアーツが 45g で、静音性を重視したタイプになってますね。でこれじゃないやつですね、紫色の軸はクリッキー軸で、アクチュエーションポイントが 1.5mm のオークアーツが 50g で、打鍵音打鍵感が味わえる、まあ、俗に言う青軸みたいな感じになってます。まあ、多分おそらくこういうクリッキー感の軸だと思います。でここの右上にマルチファンクションローラーとメディアボタンっていうのがついてまして、このメディアボタンですね、これを1回押すと再生、2回押すとスキップ、3回押すと停止みたいな感じで、いろいろ明るさですとか音量、まあ、設定次第でいろいろと利便性が向上するボタンになっております。接続は 2.4 のドングルの接続と、あと Bluetooth、 そして有線、3パターンの接続が可能になっております。ドングルで接続した場合はレイザーハイパースピードワイヤレス接続という技術で、
高速のゲーミング体験ができるということなので、ほぼほぼ遅延がない性能を発揮すると思います。あとマルチデバイスサポートを採用しておりまして、まあ、レイザーの最新ソフトをインストールする必要はあるんですけども、この1個のドングルでマウスとキーボードを PC と接続できる、まあ、ロジクールでいうところのロジボルト機能と一緒のやつっぽいですね、そういった機能を備えております。で、一応フルサイズで、バッテリー持ちが約40時間、テンキーレスタイプで、バッテリー持ちが約50時間ということで、結構長めに持つイメージですかね。早速接続をしていきたいと思います。はい、電源を入れるとこんな感じになっております。こんな感じでキーの上部に LED が仕込んである感じですね。かなり発色は綺麗です。で、この光り方とかですね、キーの割り当てとかはレイザーシナプスというソフトをダウンロードすることによっていろいろと自分好みにカスタマイズが可能になっております。じゃあちょっとここから打鍵感をですね、比較していきたいと思います。まず今回これですね、この赤軸とこちら G913 テンキーレスの青軸、あと最近購入してよく使っているこっちの銀軸ですね、この3つの打鍵感の比較をしていきたいと思います。それでは行ってみましょう。
はい、ということで打鍵感打鍵音はいかがだったでしょうか。私的にはね、かなり静音性に優れた軸かなというふうに感じました。まあ、日頃からこっちの G913 天気レースの青軸をめちゃくちゃに使ってるので、クリッキー感に慣れすぎていたところはあるんですけども、まあ、今回これ作業用メインで想定して購入しましたので、静音性、入力性に重きを置いておりますので、そこら辺はねすごく気に入りました。でね、やっぱりロープロいいっすね。この薄さやっぱね、手首への負担がかなり軽減されるんですよね。なので確かね、これレーザーさん初のロープロファイルキーボードになっていると思うんですけども、待ちに待っていた人は多いんじゃないかなというふうに思います。まあ、なので買ってすごく満足はしているんですけども、何個かね気になった点がありまして、まず1個目にね、ここのマルチファンクションキーがちょっと気に食わない。こういう風にね、ロジクールみたく再生停止早送りとか消音ミュートとかですね、ここボリュームボタンなんですけども、ここを足して欲しかったですね。これね、まあ、ここのボタンでシングルタップ、ダブルタップ、トリプルタップでいろいろ設定はできるんですけども、ボタン1個でこうやりたいですよねっていう、このボタンの配置がちょっと気に食わないところと、あとね、もうちょっと重くてもよかったかなと思います。まあ、フルサイズでこっちの G913 天気レスよりも重さが重くないっていう、なんかやっぱ重いとね、なんか安定感があるっていうかね、高級感も増しますし、もうちょっとね、もう 100g ぐらい重くても全然いいんじゃないかなというふうに思いました。まあそれぐらいですかね。あと価格が高い。まあ、なのでレーザー製のロープロファイルを待ちに待っていた方は買ってね、満足すると思いますね。私は今回ちょっとフルサイズ買ったんですけども、天気レスでも全然いいんじゃないかなと思いますし、まあ、使い用途によって、静音性が高いオプティカルとクリッキー感が強い紫軸がありますので、レーザーファンの方でロープロファイル待ちに待っていた方はぜひ購入して使ってみることをお勧めいたします。まあ、まだそんなね長いこと使ってないんで、作業用として長期的に使っていく予定ですので、まあ、使っていく上でなんか気になることがあれば、逐一報告していきたいと思います。でこのチャンネルがいいな、気になったなという方はですね、ぜひいいね、チャンネル登録で応援していただけると嬉しいです。それではまた次回の動画まで。じゃあね、バイバーイ。